皆さんどうもこんにちは、ちぃやまです。ちぃやまのマインクラフト2024、本日もやっていきたいと思います。さあ今回ね、やっていきたいことなんですが、このワールドがね、スタートしてまだ間もないということで、新しいね、地図を作りまして、改めて周辺散策していきたいなと思います。ということで、本日もやっていきましょう。ちぃやまのマインクラフト2024。さあ、ということで、今回ね、地図作りをまずはしていきたいということで、こちらの前回作りましたサトウキビ収穫機ですね。これも結構収録外で放置いたしまして、結構いい感じに集まってきました。そんなね、前回の動画まだ見てなかったよという方は、概要欄の方にね、前回の動画のリンク貼っておきますので、ぜひね、ご覧いただければなと思います。そしてここからサトウキビをね、一つ取りまして、ではね、紙にしていきたいと思います。ポン。オッケー。そしてここから、こう白紙の地図っていうのもあるんですけど、この白紙の地図の場合は、マップ上にね、こう自分の位置表示っていうのが出なくて、ただの地図になってしまうので、まず一旦ここから、レッドストーンと鉄をね、準備しまして、こちら、コンパスを一つ作ります。OK。そして、そこから、このまっさらな地図というのを作りたいと思います。せーの。OK。そしてさらにね、木材も準備して、この紙2枚と板材4つで、この製図台というのを一つ作っておきたいと思います。せーの。OK。ではね、このスポーンしたこの場所で、一旦地図を手に取りまして、開きたいと思います。せーの。おい。そして、ここから、地図をね、製図台を使って、地図レベルを上げていきたいと思います。もう一気にね、マックスまで行こうかな。OK。おい。ということで、これで地図完成しましたー。ちぃやまのマインクラフト2024。で、ちょうどね、方角的に、こっち、南東方面ですね。こっちの方まだ行ったことないので、このまま地図を持って、フラッと行ってみますか。うん。で、できればね、村とかあれば、ありがたいなとは思ってるんですけど。いや、でもこっち方面もなんか森がいっぱいやな。ものすごい森やな。ちょっとね、ボート一個作っときましょうか。これでボート一個作って、これで水辺を冒険しよう。わ、かなりなんか、深めの海やな。がっつり海っぽいな、この先。うわぁ、何にもなさそう。いや、ほんまにできればね、村があれば、ありがたいなって思ってたんですけど、この感じやと、何にもなさそうやね。なんか今回ね、この初期リス周辺が、ちょっとあまりにも平和すぎて、パッと驚くようなものがまだ見つかっていないっていうのがね、現状なんで、正直どうなんだっていうところはね、若干あったりするんですが、ただね、今後街を発展させるというところで考えると、まあ、比較的、あ、やりやすい場所かなって思ってたら、すげえ、雪原っていうか、これ何や、なんていうのこれ、うわやば、氷の場所見つけた。え、これも確かあれやったっけ？シルクタッチじゃないと回収できんのやったっけ？氷。ですよね。うわぁ。すーごい氷。で、白熊もおる。やば。あれ、なんかこっち来てない？白熊。やばい、なんか襲われそう。ちょっと待って。めっちゃ追いかけてきてる。うわぁ、やば。うわ、てかめっちゃ広そう、なんかここ。あ、でも、こっちには砂浜があるの。ええー、これはまたあれやな。一旦ここまでにしといて、また、シルクタッチ取ってから氷集めみたいなところで来るか。ちぃやまのマインクラフト2024。ん？何あれ？何あの塊？ナンパ船かこれ。ナンパ船？え？ナンパ船かこれ。うわ、船や。お宝チェストもある。これまた狩り型チャンス？もしかして。ではちょっとお宝チェスト開けてみたいと思います。あわよくば、狩り型、せーの！
わあ、宝の地図や。一応もらっとくか。あ、もう一個あるわ。お宝チェスト。ちょっと、行きます。せーの。うわー、ないー。うわ、でも、鉄が12個。そして、エメラルドも12個。ういー。めっちゃお宝やん。ありがてえ、これは。うぃ、いいね。いいよ。ありがたいよ。この上にはもう何もないんか？もうこれ以上何もなさそうか。うん。で、宝の地図は、こっちか。どうしよう。まあ、でも見つけたからにはもう行くしかないか。多分この宝の地図、行かんかったら、ずっと手に入れへんまま終わりそうな気するから、一旦向かうわ。あら？これちょっと、バグでちょっと見えかけたな、今。この辺にあったな、今、下。一瞬影ができとった。あんまこういうの良くないんやけど。この辺の下にあったぞ、今。で、前回というか、以前、勉強して分かったのは、この地図のバッテンのほんま中心ら辺に立って、そのまま降りていくっていうイメージ。ほら、あった！行って！やばい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 。バカバカバカ。やっべ！やっべ！やばい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 。あぶねえ。あぶねえ。うわぁ、危なかった今。でもやっぱ一瞬で見つけれた。うわ、ドラウンドがえぐい。ドラウンドがえぐいって。やばい、息が持たん。やっば。オッケー、速攻開きます。ドン。おー、ダイヤある。マジか。海洋の心、そして、レコードも。いいやん、いいやん。やばい、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 やばい。やばいて、やばいて、死ぬ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 。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえよ。死ぬって。あかん。やばー。やばすぎる。オッケー。はい、ということで、海洋の心を手に入れることできましたー。ジーヤマのマインクラフト2024。はい。では、最後にですね、まあ、この回、地図を目安に、こう、南東方向行きましたけども、一旦無視して、以前見つけた、西側ですね、まっすぐ行って、ジャングルがあったので、そこでね、ちょっと竹だけ、ちょっと回収というか、収穫して、終わりにしようかなと思います。ということで、レッツゴー！おっと、出てきました。ジャングル来ました。でここに竹がめっちゃくちゃあるから、この竹をもらいましょう。ういー。いいね。あ、ここにも荒廃したポータルがあるぞ。マジかよ。珍しい、これなんかすごいな。めっちゃなんか、秘境って感じするな。こんな、ジャングルの竹やぶの中に、こういう遺跡のような形であるって。すごい。で、このチェストもちょっと開けていきたいと思います。いきます、せーの。ういーね。金塊34って、とんでもない。オッケー。あ、スイカもあるやん。ちょっとスイカもらっていこう。オッケーね。あ、あと、そうやな。この、ジャングルの苗木も、もらっていきたいな。あ、出た出た。日本。で、この、カカオももらいたい。オーケー、いいね。カカオ豆。ちょっともらえるやつ、ちょっと取っていくか。もうちょっと。竹だけ、もらっていこうと思っとったけど、もうちょっとだけ。なんか来たら来たで、どんどん、いろいろ欲しくなってきた。あ、パンダ。いや、パンダも、
なかなか可愛いもんねんな。てかでかいもんな。でもやっぱり、まあ、連れて帰るってなるとちょっとねあれだし、まあ、パンダ見るってなったらまあここに来るっていうのが一番いいかな。うん、オッケー。じゃあそこそこ物資も集まったし帰りますか。 G 山のマインクラフト2024。はい、ということで、今回ねこの辺で終わりにしようかなと思います。またね今後、まあ、地図を広げつついろいろ散策してね、まだ見てないバイオームであったりとかいろんな景色をね、見つけていきたいなと思っております。そしてね今回の冒険でいろいろまた新しいね素材であったりとか、あと氷の場所をね見つけれたのは意外とというか結構個人的には収穫として大きいので非常にねいい冒険ができたなと思っております。ということで、今度が良かったよとか今後の冒険も楽しみだなとか思っていただけた方ね、ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。